シーバスっぽい。あ、足元、あ、えぐー、やっぱりそこはまずい。今日はロックショアでシーバスと青物を狙っていきます。1日目は夕まずめ、2日目は朝まずめと限られた時間ではありますが、なんとか絞り出せるよう頑張りたいと思います。今日は高い足場からもぶっこ抜けるように少し強めのタックルを使っています。ミノーを中心にこまめにルアーローテーションをしていろいろなレンジを探ります。着底後、巻き始めすぐに軽く当たり、そのまま巻き続けたら乗ってくれました。青物っぽい、そこかな。モンスターショットのちっちゃいやつ、結構巻いてる間ずっとここって遊びには来てくれてたっぽいんですけど、やっとね、ずっとそのまま巻き続けたらかかってくれました。よし、ありがとう。ルアーを再びミノーに戻し、さらしを中心に打っていきます。シーバスっぽい。あー、抜けた。シーバスっぽかったな。抜けるな。ミノーに変えて一発目。うわー、マジか。シーバスをかけたもののジャンプ一発外されてしまいました。引き続きデセクションで狙っていきます。狙っているのは足元の岩の右側、さらしのところです。あー、足元、あ、えぐー、やっぱりそこはまずい。出てきた。あー、取れた。そうだろう、でかかった。足元、いやー、出そうだなと思ってたら出たんだけど、でかかった。さあ、2日目です。昨日のリベンジのため同じ場所にエントリーします。朝一は表層からやってみようと思いシャルダスを使っていきます。この愛くるしいボディがたまらなく好きなんです。
天気は最高。風も程よくあって気持ちいいし、景色も抜群。あとは連れてくれれば言うことなしなんですけどね。ミノに変えてもう一段下のレンジやってみます。表層に反応がなかったので昨日のヒットルアーデセプションに変えて探ります。ちょっとミノだと向かい風で距離出ないんで新編に変えます。青物、シーバス、フラットフィッシュを意識して全レンジを引いてみましたが全くの無反応でした。その後もルアーローテーションを繰り返しメタルジグにしたところで反応が。数匹の青物がルアーについてきました。足元でしゃくると反応はするのですが、なかなか口を使ってくれません。ダメか。アーモン3匹ぐらいついてきてた。ね、あまり反応が良くないのでこの場所に見切りをつけて移動します。移動移動。ちょっと水かぶりそうだな。ちょっと様子見。ちょっと何分か待ってみたけど大丈夫そうなんで行ってみます。数分に一度大きな波が来ることが多いので磯に入る際少しでも怪しい場合はしっかりと安全確認してからエントリーすることをお勧めします。さあ移動してきました。とりあえずブロービンから。天気いいなぁ。おほほほほ。ボタン。おいおい、すごいグリグリ。ブロインで巻いてたらもう足元ギリギリのところで下からガン。いい当たりだったですね。よくこれに食いついてくる。よいしょ。シーバ捨てないか。昨日のリベンジがしたかったな。もうちょっとあんまり時間もないんで最後ジグ投げて終わります。
残り時間わずかですが、最後にメタルジグで1匹出せればと頑張ります。このあとラスト1投で意地の1匹を釣ったのですが、 GoPro カメラともに電池切れで撮れていませんでした。チャンネル登録、高評価、コメントをいただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。